古典が活躍する方法ってある？キャラは、ゆるい若者っていう属性があるから立ってると思うんだけど。才能はご飯をしのぐレベルなんだけどな。でも、それで話を作ってもスーパーヒーローの2番戦士になりそう。古典は戦う理由がなさすぎるわ。高校生ご飯と比べてもいい感じに幼い髪型は昔の兄ちゃんに似せてるのかな。この御殿はパンの年齢から推測するに15歳くらいじゃない？むしろゆるい若者っていう属性があるからあんまり活躍できないんじゃないか。戦うしかない状況だったご飯や戦いに楽しみを見出してる悟空と比べればそりゃあね。御殿、才能 A、投資 C ご飯、才能 B、投資 B 悟空、才能 C、投資 A。 こんな感じだろうな。いくら才能がすごかろうと意欲がなかったら凡人になるっていうよいれ。ごはんちゃんも投資しでしょう。なんなら御殿は戦いをチャンバラの要領で楽しんでるから、ごはんの投資はもう一段落ちるかも。御殿も才能あると思うけど、ごはん超えるレベルなのかな。超サイヤ人に簡単になれたのは S 細胞が関係していただけだし。ごはんは悟空と父の息子なのになぜあんなに穏やかなのか、これがわからない。悟空も戦いが関わらなきゃ穏やかだから。御殿にもラビーストみたいな独自の形態をあげれば差別化できるかな。その形態になると性格が変わるとかだったら、普段の緩い性格とギャップができてよいかも。スーパーサイヤ人4を拾ってもらおう。まずご飯が兄貴って最高すぎるよな。因縁のある敵を用意すれば出しやすいんじゃない？ご飯にとって乗せるみたいな。ベリーはまだ会ってないし、魔人ブーとは別に険悪じゃないんだよな。新しく作る。そういやウーブと年近いんかな。才能にも環境にも恵まれてる御殿と対にするなら悲惨な過去あるやつが良いんじゃねえ。ブロリーとかどうよ。吸盤で2度も倒してるから因縁はあるよ。いつもめちゃくちゃなことをするお父さんを心配する息子いいよね。悟空とベジータと違ってピンチの時にフージョンすぐやらん理由思いつかんのよな。悟空ブラック世界の御殿はどう？ザマスに一家全員殺されたらしいけど実は生き残ってたみたいな。関係ないけど悟空ブラックの正体が御殿説あったよな。御殿は悪落ちさせればよいのでは。ベビーみたいなのに取りつかせてベノムみたいにしよう。青年ゴテンクスわざと見せてなかったっぽいし、次の映画とかで出すんじゃねえかな。ゴテンが戦わなければいけない時って未来トランクスくらい絶望的な状況じゃないと無理でしょう。ゴテンの前に戦闘意欲マシマシな奴らが控えてるからな。今回の映画で悟空ベジータは会心の星置いとけばいいってなったけど、次はご飯とピッコロどうするかなんだよな。周りの環境がガチすぎて平行世界でもないと活躍できない。結局もテンクスがった要因だからな。ゼノゴテンのデザインどう思う？ファッション好きだけど髪型がゴテンってあんまわからない。他の宇宙に強い戦士たくさんいるんだから大会やろうぜ。大会競い合うライバルキャラだったり出せるし、悪党出せば因縁とかも作れる。年齢的に第6宇宙のサイヤ人がライバルにちょうど良いんだよな。ご飯とかが敵に操られたり乗っ取られたりしたら良い感じの敵なるんじゃない？兄さん元に戻すって理由あるから他のキャラよりも動かしやすそう。ゴテンが初めから強い理由は悟空がゴテン作った時強かったからなのかな。健全に成長してるの本徳さん。おちゃらけたやつだから話は作りやすそうではある。トラブルメーカーになれそう。ゴテンのミスで強いやつを地球に招いてしまうみたいな。そしたらゴテンが尻拭いの名目で戦う理由付けにもなる。ゴテンのデザインはごつくしない方が良いと思う。いざという時のガチ感はご飯に劣るし、それ以外だと悟空が出てきちゃうところがあるから、正直活躍の場だ。トランクスをヒロインみたいにするか、戦う理由になってくれる女キャラ生やすかならいけるいける。ギャグや日常会なら話作りやすそう。戦闘面で活躍するとしても結局ゴテンクスのパーツでしかないんだよな。ゴテンが活躍することは永遠にないのかもしれない。ご飯は戦いに理由がいるタイプだよな。親父が理由なく戦いすぎなんだよな。負けないために戦う、目の前の脅威のために戦うはその通りなんだけど、やっぱ根底は戦うために戦うなんだよな。ベジータは途中までは
程よく有利で勝つことが目標というか理想だったし。ご飯は幼少期から武道家になんかなりたくないって言ってるからな。そんなこと言ってるっけ？学者になりたいとは言ってた気がするけど。ピッコロと最初に出会った時の会話。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。でも僕、武道家になんかなりたくない。偉い学者さんになりたい。ゴテンとトランクスは武道家がどうとかは特に言ってないけど、遊びやスポーツの域は超えてないように思える。 GT 時空のゴテンって何してたっけ？ベビーに操られたくらい。普通に次回ゴテンクスメインの映画作るんじゃないっすかね。ゴテン単独じゃない、トランクスに食われる。それはまあ、ちょうど今某所の配信ブー編序盤だけど、追ってみるとご飯とゴテンクスの評価対比として超サイヤ人の覚醒と才能は分けて評価されてる感もある。超サイヤ人がデフォじゃないと文字通りお話にならないめたい事情もあるけど、ゴテンはおとなしくパレスちゃんと結婚して幸せな暮らしをしてくれればよいよ。本来地球の危機とかそんな起きないで戦う機会なんてないのが一番よいよ。